DTL によるに入力難度ゲートの単純化した回路図ダイオード。トランジスターロジックはバイポーラトランジスタとダイオードと抵抗器で構成されるデジタル回路において論理回路を実現する方式の一種である。トランジスター、トランジスターロジックは DTL が発展したものである。アンドゲートなどの論理ゲート機能をダイオードのネットワークで実現し増幅機能を トランジスタで実現しているため、このように呼ばれている。DTL 論理回路は、渦では D1、D2、R1 で構成されている、論理演算を実現する前半のダイオード論理部分と、後半のトランジスタによるアンプ部分からなる。この回路図に示されているように、トランジスタのベースに負のバイアス電圧をかける必要があり、それによって不安定、または、 不正な動作を防ぐ。代替手法としてゲートのファンアウトを増大させるためにトランジスタやダイオードを追加して回路を構成することもある。IBM 1 4 0 1は渦のような単純な DTL 回路を使っていたが、常実のベースのバイアス電圧の問題を解決するためダイオードを追加するのではなく異なる電源電圧で動作する。 NPN と PNP に基づくゲートを交互に配置していた。集積回路化する場合、図の R3 を2個のダイオードで置き換え、入力の一方、または両方が LO の場合にベース電流が流れるのを防ぐ。その上で R4 も削除して、単一の電源電圧だけで動作するようにする。それ以前のリシスター。 トランジスターロジックに対する最大の優位点はファンインを増やせる点である。しかし、伝達遅延は相対的に大きいままとなっている。全入力がハイとなって、トランジスタが飽和状態になるとき、電荷がベースに蓄えられる。飽和状態でなくなるときこの蓄えられている電荷が解放されるが、それにかかる時間が伝達遅延の主要因である。 性能を改善する一つの方法として、トランジスタのベースと負の電圧の間を抵抗器でつなぐ方法があり、それによって電荷の解放を加速させる。TTL では、論理ゲート部分をマルチエミッタトランジスタにすることでこの問題を解決しており、同時に集積回路として実装したとき必要な面積が小さくなるという利点がある。もう一つの DTL の性能改善法として、 R3 をまたぐようにコンデンサを追加し、R2 と直列にコイルを追加する。この技法は IBM 1401でも使われ、CTDL と呼ばれた。ありがとうございます。